皆さんこんにちは。プラモデル大好きけん玉お兄さんでございます。お世話になっております。さあ今回はもうサムネで分かっていただけてるとは思いますけども、ついに私このアイテムを手に入れることができました。それがこちらになります。あ、逆だった。ドン！ GSI クレオスさんの小型超音静音コンプレッサーカロン&エアブラシセットでございます。ザン！はい、こちらクレオスさんから9月末に新たに発売されました。小型でとても静かなこのコンプレッサーですね。これが新しく発売されまして、で、もともとクレオスさんから出ているこのハンドピース、エアブラシですね。エアブラシのハンドピースとセットになったものを私購入させていただきました。そうです。今まで私筆塗りでやってまいりましたけれどもね、とうとうエアブラシに挑戦してみる決意をいたしました。というのもですね、このコンプレッサーカロンがですね、吉本プラモデル部さんの動画で、クレオスさんの担当の方が紹介されていて、従来の、ね、小型のコンプレッサーとか、ね、普通の形の大きさのコンプレッサーに比べて音が段違いに静かだったのを見てですね、これはちょっと良いのではないか。で、音が静かだし、パワーも、まあ、普通のね、大きなコンプレッサーに比べればちょっと劣る部分はあるけれども、普通に使う部分にはとても良いということで、発売するよというのを知ってからですね、とても発売日を発売日が待ち遠しくてですね、はい、やっと購入することができました。家の中のものをなんやかんや断捨離してですね、それで資金を作りまして購入させていただきました。早速私人生初のエアブラシ、そしてこのコンプレッサーカロンの性能、ちょっと性能というか、まあね、初めてのエアブラシで性能比較も何もないんですけども、どういうものなのかっていうのをちょっとね、皆さんに見ていただけたらなというふうに思います。では開けてみたいと思います。開封するとまず飛び込んでくるのがこちらですね。1年間の保証がついております。で、まず上面にはこちらですね、ハンドピースのスタンドですね。で、これが、レギュレータースタンド、レギュレーターっていうのは、まあ、僕も聞きかじった情報なんですけども、本当のっていうかね、しっかりしたコンプレッサーならこのレギュレーターといって、こう空気を送り出す気圧を、圧力を増減させられるものを間にかませるらしいんですけども、それ用のスタンドみたいですね。コンプレッサーカロン用の AC アダプターですね。まあ、電気を送るためのものです。で、こちらがスパイラルホース。ここの先っちょにコンプレッサーをつないで、反対の先っちょにハンドピースをつないで空気を送り込むためのホースですよね、これね。はい。こちらがハンドピースになります。商品名でいうとプロコンボーイダブル A ダブルアクションというものらしいです。ダブルアクションなので押して引くタイプのやつですね。一番ベーシックなやつで、これ 0.3 口径ということで、初心者でも使いやすいよという歌い文句だそうです。使ってみないと私もね、どんな感じなのか分かんないですけど、憧れのエアブラシのハンドピースでございます。はい。で、トラブル解決ガイドですね。まあ、メンテナンスの仕方で、こちらが、接続の仕方、取説ですね。こちらがハンドピースの取説ですね。ちょっとこれはなかなか、でもメンテナンスが大事ですもんね。エアブラシってね、詰まっちゃうともうそれで終わっちゃうからね、これをじっくり読み込んでから使ってみたいと思います。はい。そしてこれがコンプレッサーカロン本体でございます。ちょっと塊ブロック肉ぐらいの大きさ
ちょっと 表現があれですけどね、重さ的にも本当に、塊のブロック肉みたいな感じの重さでございます。で、ここにロゴが入ってます。クラッシー&ドレッシー、私がね、あの好きで使ってるあのクラッシー&ドレッシーっていうね、クレオスさんの姉妹ブランド、クレオスさんの姉妹ブランドというか数あるブランドの中の一つ、クラッシー&ドレッシーのロゴが入っております。こんな感じですね。ずらっと内容物並べてみました。こんな感じでございますね。非常にコンパクト、内容物も最小限にまとまってて、とても初心者にもありがたい組み合わせだなと思います。いろいろごちゃごちゃについているとでもそれだけでうってなっちゃうのでね。はい、では早速、まあまだちょっと説明書もこの後しっかり読み込むんですけども、まずはつなげてみましょうかね。はい、スタンドは、ね、まあ、つなげなくても使わない、今のところ使わない、つなげておりません。はい、でこちらが憧れのハンドピースでございます。いやー、なるほど、こういう感じですよ、ね、ここニードルストッパーですよね。これ後ろに広げると後ろまでグイッと押せて広くブワーッと吹けると。でこれを閉じるとちょっとしか下がらないから細抜きできる。いやー、いいですな、憧れですな。はい、ここに塗料が入るんですな。ワクワクしますね。押すと空気、引くと塗料が出るんですよね。うわー、これですね、これ憧れ憧れ。うわー、いいですな。ではまだ塗料は入っておりませんので、ちょっと空気だけで試し拭きをしてみたいと思います。それではスイッチを入れてみたいと思います。スイッチオン。どうでしょうか、聞こえますでしょうか。これはどうなんでしょうね。普通にやっぱり私がエアブラシ初心者の私が聞いてもそんな音しねえなっていう感じなんですけど、なんか例えると、うち親父があの金魚飼ってるんですけど、金魚のあのエアポンプの音に似てるなって感じですね。全然別に耳障りではない音ですね。近づくと、マイク近づけてこんな感じです。離してこんな感じです。はい、全然もう全く気にならないですね。振動は触るとブルブルしますけど、全然あの床は無音無振動です。はい、ではいきます。押すと空気出るんですよね、これ。おお、音の変化がありますね。押すと、ティッシュいきます。どうすか、エアブラシ使ったことある人、エアブラシ使ったことある皆さん、どうでしょうか、このパワー。はい、いや、なんかこうやっと模型プラモデル系配信者になった気がしますねこんなことやってると。すげえな。ちょっとだけ開けて
くとここで止まるので細向きができる。結構開けると後ろまで、もうちょっとか、後ろまで下がるので広い面積が吹けるという感じですね。きっとこれすごいですね。やっぱボタン押さずに引いても何も出ないですけど、押して引くとちゃんと出ると。いやーいいですな。コンプレッサーカロンのスイッチを入れた時の音、そしてこのハンドピースを操作した時の音、聞いていただきました。では今は何も入れず、ただただ空気を噴射しただけの状態だったんですけど、いよいよここに塗料を入れて試し吹きをしてみたいと思います。私、まあ、変わらず、ね、このクラッシー&ダイエット、コンプレッサーカロンのおかげで、音の問題はクリアできましたけど、やっぱりラッカー塗料の匂いの問題はどうしようもないので、もう私はこれからもエアブラシ使う時でも水性ホビーカラー一本でいきたいと思っておりますので、水性ホビーカラーでエアブラシ試し拭きしてみたいと思います。スーパーブルー塗装ブース完成でございます。さあそれでは塗料を準備してエアブラシを拭いていきましょう。カップ3分の2ぐらい、はい、それでは行ってみたいと思います。ではまずスイッチオン、そしてこのニードルストッパーをもうちょっとだけ開けて、プラ板を本日は用意しておりますよ。いきます。すごい、エアブラシだ。ちょっとじゃあここはニードルストッパーをもうちょっと開けの、ラット拭きをしてますね。うわー、出る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 、これはいいぞ。こんな感じでどうすかね。果たしてこれで濃度とかも合ってるのかどうかわかんないですけど、はい、どうなんでしょうかね。これちょっと弾いちゃってるのかな、ちょっと薄すぎた感があるのかな。もうちょっと加えてもよかったのかな。なんか押してるだけでも結構塗料出ちゃうのはなぜですか。あれ、なんでだろうな。結構押しただけでも塗料がふわって出てたんですけど、この説明書を見てですね、この中のニードルのちょっとネジを緩めて止まるところまで押してみてくださいって書いてあるので、押してみたらワンクリックみたいな感じでカチッとこう手前に進んだんですよ。その状態で締めたらもう
押しても押しただけではちゃんと空気しか出ないようになりました。で引くとちゃんとこう吹けるようになりました。線が描けない。細引きを細引き、いいんじゃないですか。これだけ吹いてもこれだけ塗料が残ってるって、やっぱヤブラシは塗料の節約にもなるんですね。クレオスさんのクラッシー&ドレッシーブランドから出ました、こちらコンプレッサーカロン、購入して一通り使ってみたデビューをお届けいたしました。まあ、何せ私人生初のヘアブラシということで、ちょっとね不慣れな部分がまだまだあってですね、これからこれをいっぱい使ってですね、ヘアブラシにもっともっと慣れましてですね、塗装の方も頑張っていきたいなと思うんですけども、何よりこのね、コンプレッサー自体がとても、まあ動画だとね、結構音拾っちゃっててうるさく聞こえるんですけれども、実際使ってみると、直に自分の耳で聞くとね、全く本当に、まあ音は鳴ってるなってのはわかるんですけども、やかましいってほどでは本当になく静かに、普通に作業に集中できるくらいの音ですので、ぜひぜひ皆さん、私のようにコンプレッサーエアブラシ初めてちょっと使ってみたいなって方はですね、手に取って見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。なんかね、たびたび聞く充電式のね、もうバッテリーが下についてるタイプのねエアブラシもありますけれどもね、お手頃価格でいいなとは思うんですが、若干やっぱりパワーが足りないっていうのを聞くのでね、それでしたらもうちょっと奮発してカロンいかがでしょうか、ね、これから制作する動画ね、サイズによってはね、筆塗りも今後もね合わせて併用してやっていくつもりなんですけれどもね、積極的にエアブラシ使っていきたいと思いますので、もし皆さんこうした方がいいよ、ああした方がいいよってアドバイスございましたらですね、ぜひぜひコメントで教えていただければと思います。今回はコンプレッサーカロンご紹介いたしました。エアブラシ塗装頑張っていきます。よろしければ他の動画もご覧いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。